まあ、よく聞かれますが、その徳先生との、まあ、思い出といえばなんですけど、僕実際人間の本当にちょっとした節目っていうのは、僕はもうその中学校、小学校から上がって中学校の校門を入る寸前に呼び止められましてですね、まあ、先輩と言われる方ですね、君君ってこれを吹いてみないか、これをやってみないかとか言われて、まあもし5秒違ったらもうそれで遭遇してないわけですから、その間に僕は知り合って、まあ、と今中学吹奏楽部のところに勧誘されて、で徳先生と会って、まあ、いろいろ会って、まあ、僕個人的なことはね、いっぱい先生にはもうすぐあるんですけど、僕はまあちょっと親父の顔も知らないで育った、で教師の家庭で割と厳格な家庭に育ったんですけど、先生と今中学のブラスバンドをやるということで、いわゆる自宅から出る時間というのは初めてたくさんあって、まあ、厳しい練習もあったしあれですが、唯一感謝してるのはですね、まあ、先生にははっきり言って恨みとは言いませんが、ご本人も書かれてましたけど、僕はなんか一番懲罰みたいなことを一番やられたみたいなんですよね。かわいさ余ってないなんて言いますけど、僕はそう解釈はしてないんですが、なんちって、本当にんにく生でボッコボコ壊されたりですよね。中学1年ですよ、もう鼻血は出るわ、もうね、でハサミで髪の毛切られて、五輪狩りよりも筋が残ってしまうというですね、多感な時代にね、挑発にしたいのに丸坊主に無理やりしてるのに、その上にまだ筋が残るほどハサミで髪の毛切られるとか。でも一番先生に印象残ってるのはね、先生も結構ね悪かったですから、僕をですね、中学1年の時にですね、いわゆるスナックっていうところですね、今のうちに覚えとけと言ってですね、まあお酒は飲まされなかったですけど、見とけって言うんで、それ連れて行かれたその思い出が一番濃いですかね。でそれがもう、原型となって、今の僕があるわけですが、僕は先生よりももうちょっと真っ当な人生を送ってるんで、先生には今日これを通して、ね、ちょっと、お話をさせていただいてですね、感謝を込めて、当然演奏もあるでしょうが、先生のために、いろんなことを学びたいなと思いますので、皆さんも、おのおの諸先輩方、後輩、同輩、いろんな思い出があると思いますが、みんななんか心を一つにして先生のためにこうやって集うってことは素晴らしいことだと思うので、ご家族の方とかもですね、スタッフの方も含めて、みんなで、いい会にしたいと思います。失礼いたしました。